え、あ、カミカゼ、また俺のこと閉じ込めやがった。チーチャンネル、今から逃走中を始める。え、逃走中、俺に勝てるかな、カミカゼ。チーチャンネル、目標はただ一つ、上のこの目標席をぶっ壊すだけだ。これを壊すだけね。さらに、俺様今回はダイヤフル装備をさせて、チーチャンネルを追いかけさせてもらう。最初っからダイヤモンド装備だと。俺様から逃げられるか。逃走中だろ、一回でも死んだら終わりだなんちゅう。俺そうだ、勝てるわけないよ、無理だよに決まってんだろ。あっあっあ、シーチャンネル、さっきあんなこと言っていたのはただの見えっ張りの、そうだったわけか。俺は逃げるぞ、神風。うわー、良いスタートだ。さあ来い、神風。俺だけでも。さあ追いかけて来い、神風。俺はいろんな能力を手に入れたから。神風も真似してるけど、来いよ神風。なんだと、追いかけ。よし、視聴者のみんなにもね、隠していたんだけど、ちょっとこの術式チェンジャーを一回使わせてもらおうか。よいしょ、ポチッ、オッケー。カミカゼどこ、よいしょよいしょよいしょ。うわ、やばい、カミカゼ行った、逃げろ。なんだ、やばい、カミカゼ来てるけど先に失礼するぞ、カミカゼ。ほっほっ、くるくる。俺は覚えたんだ、くるくるを。カミカゼ、今回の逃走中は。お、あ、できる、カミカゼも。あ、あ、カマサがこのゲームにバックステップやるのは気づかなかったんだぜ。今回俺は勝たせてもらうぞ。じゃあなー、カミカゼ。いやいやいや、死んじゃって、俺様は後ろシャットンかけて、何気づいてるのか。俺は速攻で逃げるぞ。ほっ、ほっ。なんだと、バイバーイ、カミカゼ。うわー、じゃあねー、よーし。はい、ということで、おっと、これ、ま、これでいいか。どうも、皆さん、こんにちは。Cチャンネルと申しますが、今回ですね、こちらです。五条悟る Cチャンネルですね。五条Cチャンネルです。五条Cチャンネルはちょっと名前はダサいですが、今回ですね、神風くんが最初から最強装備の逃走中やっているんですが、私も最強の術師になりました。ということで、今回は神風くんをボコボコにしていきたいと思います。無加減呪術も使えるので、無限に使えますよ、呪力なんて。一旦もう使っとくか、無加減呪術 しといて。まあ、そうだな。まあ、こういう、術式、順天、青、バーン。こういうのとかね、使ったりして、まあ、こういうのとかもね、術師判定。かっこいいですね。ボコボコにしていきたいと思いますよ。挙式紫、無料空所、いろんな術があるので、これで、ボコボコにしていきましょう。で、この、装備はね、外しておきましょう。神風くんに、バレなくはないので、なるべく、ということで、いきます。別に逃走中もします。いや、というか、もう、こんな逃走中、とっとと終わらせるか。だから、工業席のとこ向かおう。そうだね。これ、術で壊せばいいからね。よし。あそこだな。あれが、目標にしている黒曜石だな。じゃあ、ここの位置からも壊しようかな。いきます。術式反転。赤。ほっ！壊れない！あ、壊れないんだ、黒曜石。あ、あ、おいしいチャンネルが、どこ？やばい！壁ガスにバレた位置が。あ、なんでそんな桜のところにいたんだ。やばい、神風。でもお前見てみろ、これ上のやつ。俺はもうここまで壊してやるんだぞ。おお、壊したな。やばい、逃げろ。ということもないし、チャンネル、なんでかっていうと、お前はダイヤモンドピッチを作ってないからだ。くそ。じゃあここは一旦撤退だ。王様を倒せるから、チャンネル。いや、今倒せるんだけど、まあ、やめときましょうね。ちょ、一回、無料プッシュしとくか。よし。それでは皆さん、無料空所を作ってみたいと思います。使ってみたいと思います。
いきます。領域展開無料駆除。さあ神風くーん、なーも、あ、俺の声聞こえてんのかな、わかんないけど、記憶も消したりすることができます。じゃあちょっと無料空所で一回倒しとこうかな。一回倒しときます。じゃあ普通にパンチパンチキックキックで今から倒します。いきます。パンチ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 キックキック、あっさあ何が起こったかわかりませんのでね。それでは領域開示してよいしょ。さあ戻りましたね。ふぅ、これで神風くんを一旦ボコしておいて。こっちかな？あ、違う。ダイヤモンドペッケルだ。そう、ダイヤモンドが欲しいので、この下を、術式反転紫で掘りまくっていきたいと思います。掘れるかな？一回ちょっと、術式順転。あ、ちょっと待って、無料駆除使った後だから、ダメだ。術式順転。あ、この術式順転、青で。これあんま掘れねえや、これ。これ掘る機械じゃねえわ。術式順転も、この、挙式紫も、挙式紫。これ普通に洞窟行かなあかんな。チェ、五条悟でもダイヤモンドピッケルは掘らないできません。よし、掘るぞいや、マジでない。うわ、全然、もうめっちゃ探してんだけどさ、マジでないんだよね、神風。神風じゃねえわ、ダイヤモンド。あ、もし行き止まりだ。これ行った気がするし。あ、見つけた、ダイヤモンド。よーし。これで、あと、さ、あー、びっくりした！やだ！なんだお前！なんだお前、来るな！やめろ！俺さ、後ろ剣で、ぶん殴ってる。痛い！おい、体力増えたし、チャンネル。やめて！髪型来るな！おい、ナメプがそんな装備。ダイヤモンドの剣持ってんのに。髪型、お前。ナメプは良くないぞ。倒せると思ってんのか、俺を。なんだと？チャンネル、お前は何だって、そうです。そんなザコみたいな装備なんだったら、俺さ、石の剣ごときでぶっさいってるぜ。一回術しようかな。あーやばいやばい、下手くそだ。術式順転青、よいしょ。え、なかった。あ、でもめっちゃマグマグ。髪風消えた。ちょっと、ワンパンなんだ、俺、これ。マジかよ。ちょっと強すぎたな。俺、普通に木の剣で倒す予定だったのに、ということで。ダイヤモンドゲッチュー。おーい。あ、3つ3つ3つある。はい、ラッキー。見つけた。これで、あとは、まあ、ダイヤモンドのピッケル取って、まあ、ダイヤモンドのピッケル作って、その後に、まあ、壊しますと。まあ、とりあえず行きます、上に。ちょ、術式、ん？挙式紫でちょっと上に行くわ、これ、掘って。まあ、掘れませんでした。上行きます。よし。まあ、あれも近いということで、ネザーだっけ？あ、ネザーじゃない、掘るやつ。よいしょ。まあ、この辺だったな、確か。ほら、掘りに来たぞ、神風！さあ、どこだ？はい？あ、神風いるだろう。これもしかし、なんだこれ。おー、そうだ、新チャンネル。おー、これはサークルさんの木を生やしておいた。いるな、お前。やばい。あ、新チャンネル。なんだよ。木の中に、どこかに高級石が隠れている。アミガツが倒せ、まず。早い。俺は本気だぞ。葉っぱの中に、本物の高級石が。
が隠れているから。なるほど、頑張って嵐だぜ。そんなのはな、いいんだ、神風をまず倒さないといけない。どうかな神風、ほらやばい、木の剣なんだから痛い。俺様を倒せない、俺様だって大事に守っている、盾を持っている。ほら倒すぞ神風、ほらほらよし神風、木の剣、木の剣じゃないの。俺はパワーが乗っかってっからよ。まず木の上乗って、おお、俺様ここが無双してんだ無限に湧いてくる。このままこっちに行かせてもらう。ほっほっ後ろ、おいなんだ今のガラスの場所は。痛い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 、やばい、死ね死ね、負けねー、全然死にません、全然死にません、全然死にませんよ。おいチートだったら攻撃が通らねえぞ。通ってる俺はどういうことだ。なんで攻撃取ってるんでしょうかね。体力上増強してんだろ。バレていく。やばい、でもわからない位置が。位置がわからないんだ。やばい。賢いな。に取っておく俺様が。やばい。俺は使うしかないな。カメラさっき俺は何で倒したかわかるか。そう、これだ。術式順転。あお。よいしょ、もう一度使うぞ術式順転。おお、さあどういうことでしょうか。術式順転青、よし倒した。どこだ、ほっ、よしこの辺だな。神風お前隠すのうまいな。雨降ってきた、荒らすなって。どういうこと、しょうがねえだろ、だってここわからないんだもん位置が。お、なんか隠れてる、さすが。あ、これいやでも呪力が足りねえ。いやここ一旦引くしかない。カメラさんやばいやばい、お前来るな、俺もうやばいから、ほら一旦退避、一旦退避。カメラさんに負けねえ、このままだと、このままだと負けちまう。うわ、あいつ追ってきてる、倒すかここで。神風、俺に倒せるか俺を。俺は攻撃するぞパンチで。パンチで倒す。ほら。痛い。待って。これもう倒すよりさ、あっちの方が早いな。じゃあ神風、ここまで来てなんだけど、俺は先に倒しに行くよ。よいしょ。ズルじゃないもん。標識。紫ドーン。待って壊したからダメだ、もうやばい、俺もうグダグダだ今回。このまま行くぞ俺は。よいしょ、壊せ、急げ、何ガードするぞ俺は、ガード、ほらガードするぞ俺は。ちょっと待って、やめて、一旦終了、もうこのバトル決着しよう。やめて、今喋れるよ神風は。よいしょ、今無料空床内っていうところにいるよ神風。じゃあこれ壊すね、これ壊すよ神風。あ、壊したかなこれ多分。神風動けない、じゃあちょっと解除するね領域。よいしょ、あ、よし壊してる、やめて、この上にあったやつ壊しといたよ。黒曜石、俺の勝ちだね。あ、怖い。え、イエーイ勝利、逃走中俺の勝利、イエーイ。あーまだ無料空調あのもういろんなのあのすごい情報が送り込まれております。ということで俺の勝利にいい神風、認めない認めない、ほらほらほら。ということで神風チーター、チーターじゃないです、あの五条悟でした、僕。ということで神風、また逃走中やろうね、今度は普通に。ということで今回は五条悟になって逃走中やりました。めちゃくちゃチートで楽しかったです普通に。